はいどうもみなさんこんにちは、イズれっです。それでは今回なんですけども、LINEPEI p a y t o マラソンを攻略して10、10%オフや20%オフのクーポンをゲットということで、久しぶりにやってきました l i n e p a y のキャンペーンですね。いや、ま、あすでに、ま、僕の Twitter を見ている方はいろいろと知ってるかもしれませんが、改めてこのキャンペーンの仕組みや、ちょっとした攻略法的なことをですね、お伝えしていこうと思います。ま、ぜひ最後までですね、楽しんでいってください。それでは早速行ってみましょう。 じゃんということで、先着10万名様限定条件達成で、最大20%オフのクーポンプレゼント、その名も、ペイトクマラソンというキャンペーンですね。いや、なんだかこう、なんちゃらマラソンと聞くと他社でも同じようなキャンペーンをやっていた気がするんですが、まあ、それは置いといて、今回ですね、このキャンペーンなんですけども、本日の2月の18日からスタートしていまして、今月いっぱいの2月の29日土曜日の23時59分までが開 開催とということになってますねそれで今回のキャンペーンなんですけどもこちら公式ページからそのまま引っ張ってきまして3加盟店以上で10%オフのクーポンをプレゼントで5加盟店以上で20%オフのクーポンプレゼントというふうに出ていますまあ簡単にお伝えするとキャンペーンの対象のお店で3店舗以上で LINEPay を使って決済をしたら10%オフのクーポンがもらえるということですねまあこれ青枠のとこですね最初の そして、キャンペーンの対象のお店5加盟店以上で LINEPay で決済をしたら、これで20%オフのクーポンがもらえるということになります。なので、まあ、3加盟店もしくは5加盟店どちらかをクリアすれば OK ということですね。次に、今回のこのペイトクマラソンの対象店舗なんですけども、今出ているこのお店ですね。まあ、パパッと読み上げていくと、セイコーマウト、ポプラ、ミニストップローソン、 アインズトルペって言うんですかね。ウルシアグループ、キョウリンドここからファイン、サツドラ、サンドラック、ツルハドラック、トモズ、松本清松屋。 リンガーハット、OK サミット、そしてライフという18加盟店ということになりますね。なのでまあ簡単に言うと期間中にこの中から3加盟店もしくは5加盟店ということになります。そして今回気をつけないといけないのはお店のカウント数なんですよね。今出てるのは同じまあ加盟店の異なる店舗ということで、まあ例えばそのローソンだったらローソンの大崎店、ローソンの新宿店という感じで、ローソンだったらローソンだけで1カウントされるだけとなりますので、これ気をつけてください。そして で、同じグループ加盟店の異なる店舗ということなんですけども、もまあ、もう出てる通り、ローソンだったらローソンに行っても次にナチュラルローソンに行ってもまあ、1カウントとして扱われるということになります。ちなみに、ツルハドラッグと競輪堂に関してはグループの企業。 なんですけども、加盟店の数のカウントに対象になるということでしたので、これは大丈夫みたいですね。次に今回もらうことができる line pay クーポンについてですね。まず、まあ先ほどお伝えしたように、キャンペーンの期間は2月の18日、本日から2月の29日までなんですけども、今回は先着で10万名様が対象ということでしたので、まあ、10万名に到達した,した時点でこれで終了となります。なので、まあ参加するなら早めの方がいいですね。ちなみにクーポンは10%。と 20%のどちらももらえるというわけではなくて、条件を満たして10%か、もしくは20%のどちらかがもらえるということになります。で、line pay の決済方法は今回はコード決済のみが対象となるので、例えばその line pay カードなどで支払ってもキャンペーンの対象外となります。これもお気を付けください。 あと、このクーポンなんですけども、先ほどお伝えしたように、今回もらえるのは10%オフのクーポンと20%オフのクーポンになるんですが、まあ、どちらも割引の上限額が1000円というふうになってます。なので、もし10%オフのクーポンの場合は、1万円利用したら割引上限額の1000円分に到達して20、20%オフのクーポンの場合は、5000円分利用したら割引上限額の1000円に達するということになりますね。なので、まあ、これ本当、お店が近くにある方は、まあ、どちらかというと、やっぱりこう見ても わかるように20%オフのクーポンを狙いに行くのも全然ありだと思いますまた今回このもらえるクーポンに関しましては 今回のペイトクマラソンの対象加盟店でのみ利用可能ということでしたので、まあ、クーポンもらったら飲食店とか、まあ、先ほどでちょっと出てた松屋とかで利用するのも全然いいんですが、まあ、せっかくならスーパーとかドラッグストアで生活用品とかをまとめてお買い物をするのも全然ありかなと僕個人は思っております。あと、もらったクーポンの使い方はめちゃくちゃシンプルで、もうこれ画面、もうそのまま公式ページから引っ張ってきまして、LINE ペンのアプリを開いたら、クーポンという項目が出てくるので、 このマイクーポンの一覧として18加盟店で使えるクーポンというのが付与されるようになりますあとはお会計時にクーポンが LINE ペンにセットされてれば OK ということですので使い方はめちゃくちゃ簡単ですねこれは付与されてからのお話ですね ちなみに、このクーポンの付与日に関しましては、2020年の3月の2日月曜日から3月4日の間に付与されまして、LINE での公式アカウントと友達追加している方のみ届くので、まだ追加されてない方は、それを公式ページからでもできるので、ぜひそれも先にやっておくのもいいと思います。それでは、前置きが長くなりましたが、ここからちょっとした攻略法というまでもちょっと変なんですけども、僕、ゆずひこですね、今回のペイトクマラソンですが、この通知が来て早速ですね、 変化してきましたまあ、先ほどの解説には含めていなかったんですが今回のキャンペーンのハードルってのがめちゃくちゃ低いんですよねっていうのも何円以上使わないといけないという条件がないんですよそうなんですとりあえず対象の加盟店で奨額もしくは1円以上でも LINE ペイで決済すれば1加盟店としてカ,カウントされるということですのでなのでまあここでお気づきの方わかると思うんですがそのお店で一番安い商品でもオ OK と ということですねまあ僕、ゆずひこ、30歳でいい年なんですけども、ここはですね、ちょっと YouTuber 騙しに火がつきまして、早速ですね、爆安でなおかつ最速でお買い物してきましたので、ちょっとここから少しだけ紹介したいと思います。まあなんかこう言われそうな気がするんですが、そこはですね、ちょっと優しい目で見てください。それではまずですね、最初に行ったお店はこちらですね。 じゃんということで、最初は松本清志に行ってきました。いやー、人生でもううまい棒のみを購入するのは多分小学生の時以来ぐらいだと思います。まあ、ちょっとドキドキしたんですけども、無事に購入ができました。それでは2店舗目ですね。じゃんということで、今度はツルハドラッグに行ってきました。こちらでは一番安い商品がちょっと見渡しても、ブラックサンダーぐらいしかなかったので、もうこれにしました。もう2店舗目で、小学のお買い物をしたら、なんかこう、もう気分が乗ってきてくれますね。で、次は3店舗。 店舗名ドンというンここのローソンの店員さん外国人の方だったんですけどもうまい棒1本でもめちゃくちゃこうニコニコしながら接客してもらったので最高でしたね次に4店舗目 はい、ということで、ミニストップで同じうまい棒のコンポと恥合いですね。もうここまで来たら恥合いなんか全然ないですね。最後5店舗目行ってみましょう。じゃんということで、最後はここからファインでブラックサンダーを購入してフィニッシュとなりました。いや、なんかこうゲームのダンジョンをこう徐々にクリアしていくような感じで結構楽しかったですね。しかも今回は自前のロードバイクでこう移動したので、結構いい運動にもなりました。 ちなみに自分が行ったお店の確認というのは LINE のアプリから確認できまして LINE のアプリを開いたらウォレットのメニューから上のその残高というところがあるのでそれタップしてお支払い履歴という順番に入っていくと今出てるような画面が表示されます なので、ここで実際に自分がちゃんと対象のお店に行っているか確認ができるので安心しますね。まあ、そんなこんなで今回は l i n e ペン久しぶりのキャンペーン、ペイトクマラソンというキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ多分住んでる地域によっては対象のお店が全然ないとかそういう方も全然いらっしゃると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、近くに加盟店がある方は参加してみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ僕的には対象のお店にこうセブンイレブンとかファミリーマートあたりが入っていたらちょっと嬉しかったなっていうふうにも思います。 いま,したね、まあ一応の下の概要欄に今回参照したペイトクマラソンに関するリンク貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ、先ほどの内容とは関連しないんですけども、まあ今朝ツイートにもしましたが、あの無料送金アプリで有名なプリンとゆうちょ銀行の連携が可能となりました。いや、これ本当待っていたユーザーの方、結構多いのかなと思います。まあ、僕自身、ゆうちょ自体全然使ってないんですけども、動画のコメントとかでも、まあちょくちょくいただいてたので、今回の連携というのは結構大きいですよね。まあ、やっぱりそのゆうちょも最近メルペイとも連携できるようになったので、まあゆうちょもゆっくりではありますけど、も。いろんなところと使えるというのはやっぱり便利です。 ですよね、まああとあのセブンイレブンで2020年の6月からクレジットカードあとデビットカードそしてプリペイドカードなどの非接触決済サービスの取り扱いがスタートするという発表もありましたなのでまあちょっと先ではあるんですけども今度から、まあ、セブンイレブンとかに行った際にはカードをかざすだけでお会計ができる、まあ、それこそタッチ決済とも、まあ、それこそあとはコンタクトレス決済とも言いますけどもまあカードをかざしてお会計ができるというのがセブンイレブンです セブンイレブンでも可能ととなるということです、ねうんこれも結構大きな進歩ですよね一応まあ今お伝えしたアプリとかそしてセブンイレブンの立ち決済についてもリンクも貼ってますのでここも詳細気になる方は見て,見てみてくださいということで最後噛んじゃったんですけどもありがとうございました